夏美さんはアパレル会社の経営なんでしょ？私はよくわからないんだけど、社長って暇なんじゃない？だから私たちのところに多く来ることはできるわよね。暇ってわけでもないんですけど、何か用事があるときは呼んでくださいね。私だってお母さんと仲良くしたいですから。うふふ、ありがとう。アニメスカッと生活。私の名前は夏美。今回は義母しずえさんの話です。こちらがその義母しずえさん。私と夫は結婚5年目。以前はそうでもなかったのですが、最近は私が義実家に呼ばれることが多いのです。その理由は、最近頻繁に義実家に戻ってきている義子りか子さんの息子大輔くんの面倒を見させるためです。64歳の義母に大輔くんの面倒をずっと見るのは大変らしく、私に頻繁に連絡が来るんです。だけどあんなことになるとは義母だって考えていなかったでしょう。それでは義母とのやりとりをご覧ください。夏美さん、明日うちの方に来てくれるかしら？どうかしたんですか？明日リカ子が出かけるらしくてね。大輔の面倒を見る人がいないでしょ。だから来てくれないと困るのよ。そうですか。もしも大変だというなら、幼稚園とか保育園に通わせるというのは？大輔くんだって同い年のお友達ができるでしょうし、デメリットはないと思うんですけど。何を言っているの？そんなことをしたら大輔がかわいそうでしょ。幼稚園や保育園なんて代わりに面倒を見てくれる人がいないから、押し付けるような場所じゃないの？そういう場所じゃないでしょ。子供の社交性を高めるためにも通わせることはいいと思っているんですけど。それに私も仕事が忙しいので頻繁に大輔くんの面倒を見られるわけじゃないんですよ。この前だって仕事に穴を開けてそちらに伺ったんですよ。夏美さんの都合なんて聞いていないわよ。私が言っているのは来るのか来ないのかってことだけ。それ以外のことなんて言われても困るわ。厳しいことを言うようですけど、私にだって都合があるんです。予定がないときはいいんですけど、仕事のことも考えずに言われると。だから夏美さんは社長だから暇でしょ。社長なんて上から偉そうに指示を出すだけじゃないの。何をそんなに忙しいアピールをしているのかしらね。大輔はあなたにとって甥っ子になるのよ。そんな可愛い大輔の面倒を見るのが嫌なんて、家族は支え合うってこともわからないのかしら。でしたらまずは理香子さんの旦那さんの家族を頼るのが本当では？確かに私にとって大輔くんは甥です。だけどだからといってこんなに頻繁に面倒を見させられるのは何か違うと思わないんでしょうか？何を言っているの？お母さんは理香子さんを溺愛しているから力になりたいんでしょう。だけどお母さんが理香子さんを支えている裏で私が苦労していることは分かっていますか？理香子さんもそのことに気づいているのに見て見ぬふり。私は一度も大輔くんの面倒を見ていて感謝されたことはありません。感謝されたくてしているわけじゃなかったんですけど、こうも当然のように言われると困るんですよね。お母さんだって私がお母さんを頼って感謝の言葉なく当たり前にされたら怒るんじゃないでしょうか？それは当たり前でしょう。それがわかるのにどうして私の気持ちは分かってもらえないんでしょう？あなたはうちに嫁いできたの。だからうちに尽くす義務があるのよ。だったら理香子さんは？理香子さんだって旦那さんの家に嫁いでいるはずです。それなのに旦那さんの実家の方に尽くしているんですか？私を追い詰めたいなら矛盾のない言葉でお願いします。さすがにもうこれ以上大輔くんの面倒で仕事のスケジュールを狂わされるのは困るので、明日のことはお断りさせてもらいますね。私の言葉は冷たいものだったのかもしれません。だけど社長だから暇、嫁いできたから尽くすのが当然と言われてまでボランティアでシッターをするつもりはないんです。その日の夜、夫が帰宅してきた時に今回のことを話しました。すると夫が何度も謝ってきたんです。夫としても義父母のことは苦手なのだとか。何でも幼い頃から理香子さんばかり溺愛されて夫は放置されることもあったのだとか。そのため夫は義父母も理香子さんのことも苦手なのだとか。だから義母と理香子さんが私に迷惑をかけていることを謝ってくれたんです。そして今後は義実家に関わらなくていいと言ってくれました。だけどなかなかそういうわけにもいかないんですよね。なぜなら義実家とうちは結構近いんです。だからこっちが無視をしてもきっと義母の方がうちに突撃してくるんですよね。
別に義実家のために近い場所を選んだわけではありません。だけど、こんなことになるなら、遠い場所を選べばよかったかなと思ってしまいます。だけど、強く言ったのだから、これ以上はないかなって思っていたんです。それが私の甘い考えだと気づいたのは翌日でしたけど。夏美さん、今日は大輔の面倒を見てほしいって言っていたでしょ？それなのにどうして来てくれないの？おかげで朝からバタバタして大変だったのよ。今からでいいから早く来なさい。いや、私は昨日断りましたよね。それなのにどうしてお母さんの中では私がそちらに行くのが当然って考えで連絡をしてくるんですか？夏美さんに大輔の面倒をお願いしたでしょ。そんなことも忘れたの？それはこっちのセリフです。断ったこと、もうお母さんは忘れたんですか？はっきり言って、今後大輔くんの面倒は見ません。自分の生活を狂わせて、甥の面倒を見るっておかしくないですか？リカ子さんが病気で大変、お母さんたちが動けない状況、こういった場合なら頼ってくることもわかります。だけど、本来ならそれでもリカ子さんの旦那さん側を頼るのが筋です。それなのにリカ子さんは遊びに行く。お母さんたちは可愛がるだけで面倒は見ようとしない。どうして私がそこまであなたたちの面倒を見ないといけないんですか？身内だから何でも言っていいというのはおかしいですよね。それは、リカ子が大変そうだから。リカ子さんがどのような状況なのかはわからないので、そのことについて言及することはしません。だったら大輔くんを引き受けたお母さんが頑張ってください。大輔くんの面倒を見ることができないというのなら、外部のサポートを受けるなり、リカ子さんに大輔くんの幼稚園や保育園の検討をするように説得してください。そんなかわいそうなことができるはずないでしょ。あなたは暇なんだから別にいいじゃない。私が暇だってどうしてお母さんが言えるんですか？私の仕事のことをすべて知っているわけじゃないですよね。それなのに勝手に私が暇だと決めつけないでください。今まではお母さんといい関係を築きたかったから言わなかったんですけど、自分勝手なことしか言わないお母さんと仲良くするつもりはありませんので、はっきり言わせてもらいますね。これまでお母さんから不愉快なことを言われたことは1回や2回ではありません。これまでは我慢してきましたけど、もう我慢はしません。息子は何て言っているの？嫁のあなたが親である私たちを捨てるなんて許されないわよ。夫も了承の上です。ごねたら話していいと聞いているので話しますね。夫はあなたたちのことを苦手に思っていたみたいです。だから今後は関わりたくないと言っているんです。何ですって？長男夫婦が私たちの面倒を見ないなんてありえないじゃない。リカ子さんを優先しておざなりにしていた夫から愛情が得られると？お母さん、それズーズーしすぎませんか？それは。だけど長男が親の面倒を見るのは当然じゃないの。当然じゃないんですよ。面倒を見るってそんなに簡単なものじゃないんです。相手に対する信頼とかそういうものが必要だって分かってます？少なくともその信頼が私や夫にはありません。だからそういう将来の面倒とか期待しないでくださいね。そういうものを求めているならリカ子さんにお願いしてください。リカ子は嫁いでいった身なのよ。そんなことを頼めるはずないでしょう。じゃあリカ子さんは何をやるんですか？結構な頻度で呼び出されて、育児もまともにしない。嫁いで行ったからといって介護はしない。至れり尽くせりで羨ましい限りですね。まあ、それもそろそろ終わりでしょうけど。え？リカ子さんの旦那さん。お兄さんが私に丸投げしていたことを知ったそうですよ。夫に連絡が来たと言っていました。これまでの謝罪をされましたし、今後はリカ子さんに関わらないということも受け入れてくれました。ちなみに大輔くんはお兄さんが引き取るそうです。え、何のこと？お母さんは知らなかったんですね。リカ子さん、実家に帰ってくるたびに浮気をしていたそうですよ。お兄さんに浮気のことが知られそうになって、実家に帰ってくる頻度が多くなっていたそうです。え、お兄さんが大輔くんを引き取るなら、お母さんは今後孫には会えなくなるでしょうね。ちなみに私だって子供が生まれてもお母さんに会わせないです。あなたのような根性が腐った人になってほしくないので。あなた、目上の人に対する態度がなっていないんじゃない？だったら尊敬されるようなことをしてください。年齢だけでどうして尊敬されるって思い込めるんですか？それともあれですか、一昔前二昔前に流行った最近の若いものはってやつ言います？だったら言ってあげますよ。
最近の古い人は常識がなっていないって。だけどそれだとお母さんたち以外の人を巻き込むので、やっぱりなしにした方がいいですね。結局私たちと義実家は絶縁状態です。義兄、いえ元義兄は大輔くんを引き取って実家で暮らしているそうです。理香子さんも義実家で暮らしているそうですが、別に義実家の状態が知りたいわけではないので、どうなっているかは分かりません。結局理香子さんを甘やかした結果、義父母たちは孫に会えなくなりました。きちんと話し合いをさせれば離婚にはならずに済んだかもしれないんですけどね。私と話した時、元義兄はきちんと話し合えれば再構築もあったのにと言っていたので、夫には義実家から連絡が来ているようですが、向こうの要求を飲む様子はありません。むしろ迷惑だから着信拒否にしようかなと言っているくらいですから、この先義実家は家族を手に入れることはないでしょう。だって自分勝手なことをして私たち夫婦をないがしろにしていたのは義父母なのですから、都合のいい時だけ利用されても困ります。だけど元義兄のおかげでこれまでのイライラがスカッとしたのは事実です。これからは元義兄と大輔くんが幸せに暮らせればいいなぁとは思っています。義父母や理香子さんは自業自得なので、しっかりと人を利用した分の罰は受けてほしいですね。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。私の名前はみおり。今回は元旦那の不倫相手ともえの話です。こちらがそのともえ。私と元旦那は1年前に離婚をしました。慰謝料も支払ってもらいましたし、2人の子供の養育費も支払う条件で離婚を受け入れました。しかしここ3ヶ月ほど養育費が振り込まれていないのです。向こうも赤ちゃんが生まれて大変なのはわかりますが、自分たちで招いたことなので、そっちの都合で私の子供に不便をかけてほしくありません。養育費のことで連絡をしたら、元旦那ではなく今の妻、つまり私にとっては不倫相手である友恵が返事をしてくるようになりました。きっと元旦那は私からいろいろ言われるのが嫌で友恵にやり取りをさせているのでしょう。でもまさかあんなことになるなんて。それでは友恵とのやり取りをご覧ください。養育費についてですけど、もう3ヶ月ですよ。いい加減に振り込んでもらえませんか。きちんと養育費も支払うってことが離婚を受け入れる条件だったはずですけど。うるさいな。お前の子供に払う養育費なんかねえよ。うちだって子供が生まれたのは知ってるでしょ。そっちはもうそれなりに大きいんだから、お金もそんなにかからないはずでしょ。金にがめつい親って嫌だよね。何か勘違いしていませんか。養育費を受け取るのは子供の権利です。不倫なんて不貞行為をしていたんだから、その義務くらい果たしてください。あなたのところに子供が生まれたから払わない？そんなバカなことが通るとでも思っていますか？それはあなたたちの都合でしょ。はっきり言って私は元旦那と不倫相手であるあなたの子よりも自分の子の方が大事です。だからしっかり支払ってもらうまで連絡は続けますから。うそ。無視をしても無駄ですからね。無視をして支払いを滞納し続けるなら弁護士にも相談をします。忘れていませんよね。滞納が半年になったら一括支払いをする約束をしているってこと。毎月のお金も払えないのに一括なんて無理に決まってるでしょ。そんなこともわからないわけ？あんたは。わかっていますよ。でもあなたたちが暮らしている家を売れば払えますよね。利便性のいい場所に立っていて、そこで暮らすのは結構便利だったことも私は体験していますし、それなりのお金で売れるでしょう。はあ？あんた自分のことしか考えてないの？ここを売ったら私たちはどうすればいいのよ。知りません。こっちのことも考えてくれない人に対してなぜ私が気遣いをしないといけないんですか。マジでお前最悪。この主戦度が。何とでも言ってください。私の子はあなたのせいで父親とも離れることになったんです。自分の子が可愛いのはわかりますけど、せめて不倫の代償くらいはしっかり支払ってもらいたいものですね。うるさいな。お前の子供なんかどうでもいいって言っただろ。私は私と彼の子の方が大事なんだから。へえ、だったら当てはまらないじゃないですか。は？あなたと元旦那の子供が可愛いんでしょ。そんな子供なんて存在しないじゃないですか。え？何言ったんだよ。あなたの子供は元旦那の子じゃないって言ってるんです。
気づいたのは離婚した後ですけどね。なんであんたが知ってるのよ。あなたのお友達と職場が同じなんですよ。あなたのお友達は私が元妻だって知らなかったんでしょうね。いろいろとベラベラ喋ってくれましたよ。あなたが元旦那と再婚をした後も、子供の父親と不倫をしていることもね。すごいですね。どうやったらそんな人を利用することばかり考えられるようになるんです？ねえ、養育費はちゃんと払う。だからこのことは内緒にしてくれない？旦那にバレるとやばいんだって、これは。無理ですね。もう教えちゃいましたし、他人の子を育てる覚悟を決めたなんて、心が広いのねって言っておきました。ふざけんなよ。お前それをバラしたら、私の家庭がめちゃくちゃになるって分かってるだろうが。分かってますよ。でもだからなんだって言うんですか？あなたも私の家庭をめちゃくちゃにしたじゃないですか。人の旦那に手を出していない分、私の方がマシでしょ？元旦那はものすごく怒っていましたよ。騙されたって言っていましたし、そっちも大変ですね。私が幸せそうだからって妬むなよ。妬む？あなたを？いやいや、冗談言わないでくださいよ。なんであなたを妬まないといけないんですか？あっちこっちの男性と関係を持って、子供の父親を隠して結婚。これのどこに妬めばいいんでしょう。哀れに思うことはあっても、妬むことなんてしませんよ。もう離婚をしているのに、子供のことを元旦那にバラしたのはルール違反かなとも思いましたが、そのせいで養育費が振り込まれていないのです。だから遠慮なく告げ口させてもらいました。元旦那は最初信じようとしなかったのですが、事情を知っている人を調べて話を聞いたらしく、こんなことなら離婚なんてしなければよかったとこぼしていました。元旦那は子供ができたから仕方なく離婚という感じだったのでしょう。でも命を軽く見すぎです。結果として元旦那と離婚できたのは良かったと私は思っています。子供が元旦那の子じゃないと分かって、巴の家は修羅場になったそうですが、そんなこと私には関係ありません。元旦那はしっかり養育費を支払ってくれると約束したので、もう一度だけ信じてみようと思います。ただ次に支払いがなかったら一括請求の準備をするからと言っておきました。これで終わりになるかと思ったのですが、そうはいきませんでした。なぜなら、巴からメッセージが届いたからです。慰謝料を払ってもらうから。はい？いきなり何なんですか？あんたのせいで私は離婚になりそうなのよ。それに子供の父親とも連絡が取れなくなったし、これも全部あんたのせいなんだから。意味がわかりません。私が責められる言われがありますか？何もかもあなたがしてきたことが原因だと思いますけど。うるさい。あんたが子供のことをバラさなければ、このまま結婚生活を続けることができたのに。本当にあなたって自分のことしか考えていないんですね。自分さえ良ければいいんですか？そのうち子供も自分のために利用してしまいそうですね。うるさいってば。お前マジで黙れよ。黙った方がいいのはあなたですよ。黙れって言うならわざわざ私にメッセージなんて送らないでください。メッセージを送らなければ、あなたが気に入らないことを言われることもないでしょう。結局元旦那と巴は離婚したようです。元旦那から復縁要請がありましたが、しっかり断っておきました。ここでやり直してしまえばまた同じことの繰り返しです。それに私自身、不倫をした元旦那を許してはいません。私と子供を裏切ったことが自分が騙されたくらいで帳消しになると思っているなら甘いんですよ。それに子供たちも不倫をした元旦那を嫌悪しています。思春期ですし、不倫の意味も分かっている年代なので、余計に父親である元旦那を拒絶するのでしょうね。子供たちに合わせないとまでは言いませんが、子供たちの意思を尊重するようには伝えています。子供が会いたくないと言っているのに、元旦那を満足させるために合わせるつもりはありません。血がつながった親子だから、裏切られても許されると考えないでほしいです。特に中学生になる長女の元旦那への嫌悪は強いですね。彼、あんたのところに戻ったんでしょ。離婚の時にあんたとやり直すって言ってたんだから。戻ってきていませんよ。復縁要請はされましたけど、私は断りましたし。え？なんで驚いているんですか？不倫をするような男なんていらないんですよ。一度したんだから二度三度とあるかもしれないでしょ。疑いながら結婚生活をするなんてまっぴらごめんです。っていうか、もう子供はいますし、再婚とかしなくてもいいです。私は子供たちを立派に育て上げることが生きがいになっていますから。
じゃあどうして私のところに戻ってきてくれないの？あんなに愛してるって言ってくれたのに。自分の子が他人の子だと分かったからでしょ。どれだけ愛していてもそんなことをされたら100年の恋も冷めるでしょう。あなた自分が無条件で愛される人間だとでも思っているんですか？そう思っているならその考えは改めた方がいいですよ。これ以上あなたとやり取りする必要性を見出せないのでブロックさせてもらいますね。最後に一つだけ、これから自分勝手のツケが来るんですねとだけお伝えしておきます。トモエの返信を待たずに私はブロックをしました。その後私は子供たちと県外の実家に戻りました。子供たちには転校させてしまいましたが、子供たちも賛成してくれましたし、何より実家の両親が戻ってきなさいと言ってくれたのです。それから10年が経ち、私は今も実家で暮らしています。子供たちは県外の高校や大学に進学をして、今は両親と暮らしています。と言っても子供たちも頻繁に帰省してくれるので寂しくないですけどね。知り合いの話では元旦那は再婚もせずに一人で寂しく暮らしているようです。子供たちに会いたいと友人にはこぼしているようですが、私ではなく子供たちが会うことを拒否しています。ちなみに巴は自分の子を実両親に預けたまま行方知れずになったそうです。親に恵まれないとあんな扱いになってしまうのかと子供には同情します。でも私にできることなんてないので。両親からは再婚をすればいいのにと言われますが、今のところそんなつもりはありません。子供たちが社会人になってから考えてもいいかなという感じです。元旦那のことで懲りたので、再婚をするときはしっかり相手を見極めて生涯一緒にいてくれる人を選びたいですね。子供たちが巣立った後に自分の幸せを考えていこうと思います。まあ私としては再婚をしなくてもいいかなって気持ちの方がまだ強いんですけどね。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。私の名前は涼子。今回は夫竹雄の話です。こちらがその竹雄。竹雄ははっきり言って自己中心的な性格です。そのせいもあり、私は何度も彼に振り回されてきました。それでも一生一緒にいたいと思って選んだ人なので見捨てきれませんでした。けど我慢ができなくなる出来事が起こりました。それでは竹雄とのやりとりをご覧ください。竹雄、あなたまた浮気をしたわね。どういうつもり？別にいいだろ。ちょっとした息抜きだって。本当に愛してるのはお前だけだから安心しろよ。お前以外に本気になったら離婚って言うはずだろ。浮気っていうのはその場だけの関係なんだからさ。お前もそうプリプリ怒るなよ。怒りたくもなるわよ。浮気をしたって悪びれる様子もなく言うんだから。それにあなた浮気相手に貢いでいるでしょ。クレカの請求書ひどいことになってるわよ。そろそろバレるかなと思ってたんだよな。まあ請求書で浮気がバレるとは思っていたし、もう今の浮気相手とは別れるからさ、今回も許してくれるだろ。ふざけないで。あんたみたいな女癖の悪い男なんてもういらない。離婚する。慰謝料はしっかりもらうから覚悟してよね。慰謝料は20万円では？そろそろ離婚を言われるかもなって思ってたんだよ。俺も悪かった部分があるし、慰謝料はちゃんと払うよ。20万円くらい渡せばいいだろ。本当に愛しているのは私だけって言いながら簡単に離婚に応じるんだ。やっぱりあんたの言うことなんて全部嘘ばっかりじゃない。結婚してお前がうるさくなったからだろ。あれをするなこれをするなって全然俺の自由になる時間がないじゃないか。それはあなたが結婚したって意識を持っていなかったからじゃない。独身の時みたいに給料全部を趣味につぎ込んだり子供ができたらって考えないの？その時はどうにかなるだろ。あなたは楽観的すぎるのよ。生活レベルを落とせないのに子育てなんてできないじゃない。これまであなたは簡単に子供を作ろうって言ったけど、子供の人生に責任を持てるような財力がないのに作れるはずないじゃない。あなたは浮気三昧。私だけに原因があると言わないでよ。お前は難しく考えすぎなんだよ。結果的にお前の考えで夫婦関係が悪くなったんじゃないか。私のせい？ふざけないで。あなたが浮気をしていたからじゃない。私がなんで他の女と浮気した人と仲良ししなきゃいけないのよ。気持ち悪すぎて拒否したくなることも理解してほしいわ。
つまりあなたに原因があるんだって理解してよ。慰謝料はしっかりもらうから、もちろん浮気相手にも請求するからね。はあ？そんなことされたら俺が会社にいられなくなるだろう。ってことは会社の人なんだ。浮気相手に請求して音沙汰なしだったら会社に内容証明を送るから、どうせ今後のやり取りとかで話し合いをするんでしょ。しっかりそのことも彼女に伝えておいてね。あとさっきは私に対しての慰謝料は20万円とかふざけたことを言っていたけど、しっかり相場額はもらうからね。相場？離婚になるんだからだいたい200万円から300万円ってところかな。ふざけるな、そんな金なんてない。そうだろうね。貯金も全部浮気相手につぎ込んでいるみたいだし、浮気相手には高級品を買ってあげていたんでしょ。妻である私が慰謝料も満足にもらえないってのはありえないじゃない。いや、相場って絶対お前俺からぼったくろうとしてるだろ。疑うなら疑っててもいいよ。あなたがいくら疑ってても私は嘘なんてついてないんだから。もちろん浮気相手にも同じ金額請求するから。散々あなたから貢いでもらっていたんでしょ。ちゃんと私に払うものは払ってもらわないとね。これまで浮気相手に使った金額はある程度計算できています。慰謝料が払えないというならそっちのお金を返してもらうだけです。まあ慰謝料を払った方が安上がりになるでしょうけど、ざっと計算しても慰謝料の 1.5 倍の金額を貢がせていますし、お金についてはこれまで気づかなかった私にも責任があります。まあだからといって許すつもりはないですけど、義父母にも離婚のことは話しました。浮気症であることは知っていたので、今回はもう我慢しませんと伝えています。以前の浮気が発覚した時も、次に浮気をしたら離婚すると義父母の前で話しているので、もう義父母が私を止めることはできません。しかも貯金まで使い込んでいることも話したら、さすがにもう我慢してくれとは言えないなと義父が申し訳なさそうに謝ってきました。私の両親は、だからもっと早く離婚しておけばよかったんだと大激怒です。まあ言われても仕方ないことですけどね。お前会社にも連絡したのか。今日部署内でお前から電話があったって聞いたんだけど。当然でしょ、あなたの浮気相手、何度手紙を送っても電話をしても無視するんだもの。だからちゃんと連絡が取れるのは会社しかないかなって。リホちゃんだっけ、あなたのスマホに履歴が残っていたから名前もすぐ分かったよ。リホは会社に来られなくなったって泣いてるんだぞ。だから何、こっちは浮気女のせいで家族が壊されたって泣きたいくらいなんだけど、会社に来られなくなったくらいで何。そんな繊細な部分があるなら人の夫に手を出したりしないでしょ。会社は辞めても次があるでしょ。そのリホって女は自分がしたことが分かってないじゃない。一つの家庭を壊した自覚があるなら会社に来られなくなったなんてずうずうしいことは言えないわよね。俺もリホも反省してるからさ、その離婚とか慰謝料とか勘弁してくれない。無理だってば。ちなみに浮気相手への連絡は弁護士にお願いしてるんだよね。その時に分かったことだけど、浮気相手も既婚者みたいよ。つまりあなたには私と浮気相手の旦那さん二人から慰謝料請求をされるってことね。そんな相手が既婚者かどうかもわからないまま付き合っていたの。本当にあなたってその場さえ良ければいいってことなのね。その後私は実家へと戻りました。最低限の荷物だけを持って実家に戻りました。両親からはチクチクと嫌味を言われましたけどね。まあそれも仕方ないことだと考えています。実家に戻ってきた翌日、夫が連れ戻しに来ました。ただ両親が激怒しているので、どの面を下げて連れ戻しに来たんだと近所に響くような怒鳴り声を上げて追い返していました。夫は世間体を気にするので、近所に響くような怒鳴られ方をされてはたまったものではなかったでしょう。不倫相手も親に泣きついたのか、実家まで不倫相手の親がやってきて、慰謝料は勘弁してやってほしいと言ってきました。この親にしてこの子ありって浮気相手の家族のようなことを言うんですかね。浮気相手はまだ若いから慰謝料を払わせるのはかわいそうだ、今回のことは娘にとっても勉強になったはずだなど意味のわからないことをのたまっていました。っていうか
なんで私が不倫相手に勉強をさせてやらないといけないんでしょうか。両親も呆れて物が言えなくなったのか、口をポカンと開けていましたね。まあ、私はすぐに弁護士に連絡を入れました。今後は弁護士を通して連絡をするように言いました。弁護士の腕が良かったこともあって、スムーズに離婚をすることができました。ただ、離婚してすぐに元夫から連絡が来ましたけどね。あんな金額の慰謝料なんて払えないよ。頼むから慰謝料を払わないでいいようにしてくれよ。バカなの？慰謝料を請求されるようなことをした自覚すらないわけ？本当にあなたって自分勝手なのね。浮気について少しでも悪いって気持ちがあれば、慰謝料に対して不満なんか言えないはずよ。それなのに慰謝料を払わないでいいようにしてくれ。バカすぎて本当に殺意すら芽生えそうな気分よ。頼むよ。親にも見放されてどうしようもないんだ。見放されるようなことをしたのはあなたでしょ。いい年した大人なんだから、自分でしでかしたことの責任くらい自分で取りなさい。その後、私は元夫をブロックしました。元夫の都合のいい言葉ばかり聞くのはうんざりだからです。弁護士にも元夫に連絡をしてもらいました。直接連絡を取ろうとしないでほしいと。ちなみに元夫は会社も辞めたそうです。どうやら先輩たちにからかわれたそうで、居心地の悪さを覚えたからなのだとか。はっきり言って、そういう原因を作ったのは元夫なんですけどね。あと、浮気相手もさっさと会社を辞めたそうです。浮気相手は離婚にならずに再構築になったのだとか。そのせいか、浮気相手の旦那さんからの慰謝料は私が請求した金額より若干低いのだと聞いています。まあ若干低くても大金であることに変わりはありませんけどね。どうでもいいですけどね。元夫は仕事もせずにブラブラとしているようです。友人たちにお金の無心もしているようですけど、ほとんどの人に断られているのだとか。このままブラブラとしているのかと思っていたら、ある日交通事故に遭って下半身不随になったと聞きました。ただ親でさえ面倒を見ることを拒否しているようなので、どうなることやら。天罰って本当にあるんだなって思いました。私には関係ないので、もし何か連絡が来たとしても無視しますけどね。 LINE はブロックしているので連絡してきようがないでしょう。念のためにスマホや実家の電話など元夫に関する番号は全て着信拒否にしました。元夫とは他人ですけど、元夫が何か言ってこないとも限らないので、私はもうあんな男に関わらず自分の人生を歩んでいこうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。俺の名前は達也。今回は妻みのりの話です。こちらがそのみのり。みのりは結婚前から家事が苦手だと言っていました。彼女だけに負担をかけるつもりはなかったんで、俺も手伝うと言っていたんですが、まさか全くできないとは予想外でした。家事だけでなく、子供が生まれてからも育児もせずに友達とランチに行ったりなど、母親の自覚がありません。家事については俺がすればいいと思っていたのですが、さすがに育児までしないのは看過できませんでした。どうしたものかと思っていた時に、みのりは驚くべきことをしたんです。自分勝手だとは思っていましたが、まさかこんなことまでするなんて。それではみのりとのやりとりをご覧ください。みのり、今家に戻ったんだけど、どういうことなんだ？え？どういうことって？なんでアキホが誰もいない家に置いていかれている？しかもテーブルの上には離婚届って。そのままの通りだけど大丈夫だよ。あんたが帰ってくる時間を見計らって一人にしたから。そういう問題じゃないだろう。まだ生まれて1年も経っていないのに、万が一のことがあったらどうするんだ。うるさいな。大丈夫だったんでしょ？だったらいいじゃん。それにあんた秋穂は可愛がってるみたいだし、あげるよ。私は離婚さえしてくれればいいからさ。本当に母親の自覚はないのか？みのりがお腹を痛めて産んだ子だろ。うざ。昼も夜も泣きっぱなしでうざいのよ。だいたい私は子供なんて嫌いだったんだから。本当は産みたくなかったけど、あんたが嬉しそうにしていたから産みたくないなんて言えなかっただけよ。それに好きな人もできたし、あんたと秋穂はもういらない。
私は母親や妻じゃなくて女として好きに生きたいんだから。そこまで責任感のない人だったなんて思わなかったよ。アキホのことが可愛くないのか？あのさ、母親だからって子供が可愛いとでも思ってる？妊娠中の辛さ、出産してからの大変さ、可愛いなんて思う暇はないのよ。だから俺も家事は全面的に受けていたし、仕事もちゃんとしていた。育児だってできる限り手伝っていたじゃないか。遊びにも行けないってストレス溜まるのよ。独身の友達がいるんだけど、そっちは気楽そうだしね。だから私も独身に戻ることにしたの。好きな人はいるけど、まだ気になってる状態ってだけだし、不倫じゃないから安心して。正直、まだ不倫をされている方が、みのりを責めることができました。不倫状態じゃなくて、子供を置いて出て行ったということは、本当に子供のことがいらない、俺のことがいらないと思ったからでしょう。余計にショックなことがわかり、さすがにこれまでみのりに対して持っていたわずかな期待感もなくなってしまったんです。みのりのことはわがままですが嫌いになりきれませんでした。でもここまでされてはさすがにみのりにいい感情を持ち続けるのは不可能です。俺は実家の両親に離婚をすることを伝え、今後の相談をしました。はっきり言って60歳を超えた両親に新生児の面倒を見せるのは悪いと思っていますが、俺ではどうしようもなく頼らせてもらいました。両親は嫌味も何も言わずに明穂の面倒を見てくれることを快諾してくれて、俺もなるべく両親に負担がかからないように仕事時間を調整して明穂と過ごす時間を増やしていました。そして離婚から2年後、みのりからメッセージが来たのです。久しぶり。明穂も大きくなったんじゃない？また家族水入らずで暮らそうよ。みのりは明穂を捨てたじゃないか。明穂だけじゃなくて俺も捨てて勝手に家を出て行った。それなのにやり直すってどういうことだよ。達也のことだから離婚届は出してないでしょ？だって達也は私のことが大好きだもんね。家事とか全然しないのに怒らなかったし、離婚届も出してないだろうからやり直すって言ってもおかしくないんじゃない？達也ってば温厚だし、2年間家を空けていたのは悪かったけど絶対に怒ってないでしょ。みのりは俺のことを随分と舐めていたんだな。まさかそこまで俺のことをバカにしているとは思わなかったよ。バカになんてしてないって。私は達也の優しさを信じてるだけだから。俺のみのりに対する優しさ、そんなのとっくにないよ。離婚届だってみのりがいなくなった翌日に提出しているし。は？じゃあ私たちは離婚してるってこと？当たり前だろ。みのりが離婚届を置いていったんじゃないか。あんたバカじゃないの？まさか本当に離婚届を出されるなんて思わなかったわよ。普通あんな状態で提出する？離婚届を置いていったのに出されるとは思わなかったって通じないだろ。普通に考えて本人が書いて印鑑をしてんだから。それとも俺に対して離婚届を脅しの道具にしようとしていた？そういうわけじゃないけど、もっとちゃんと話し合うものでしょ、離婚って。話し合いもなんもなく家を出て行ったのはそっちじゃないか。とにかくちゃんと話し合おう。再婚するにしてもちゃんと話し合わないといけないよね。みのりと再婚なんてしないけど、なんでまだ自分が俺から好かれているって思えるんだよ。俺のことをおざなりにするならまだしも、生まれたばかりの明穂まで放置して家を出て行ったくせに、妻にもなれない、母親にもなれないみのりなんてもう必要ないよ。それにもう俺は再婚しているから。え？どういうことって？どういうことって、そういうことだけど、半年くらい前に再婚したんだ。明穂も懐いているし、彼女も本当の母親のように接してくれている。ちょっと待ちなさいよ。明穂は私の娘なのよ。何勝手に他の女と育ててるわけ？私の娘ってよく言えるよね。最悪の捨て方をしたくせに。みのりはもう明穂の母親を名乗る資格さえないんだよ。そんなこともわからないわけ？ああ、わからないからずうずうしくやり直そうって言ってきたのか。自分が離婚されているとも気づかないって、本当に何なの？離婚後の手続きとかもあるはずだけど、もしかして2年間してないんだ。うわ、それってどうなんだろう。待ってよ。じゃあ私はどうなるの？私また家族みんなでやり直せると思ったのに。やり直さなくていいよ。どうせ
またみのりはあきほを捨てるだろう。自分の都合で捨てて、自分の都合ですり寄ってくるなんて最低だよ。じゃああきほの親権は私がもらうから、どこの馬の骨ともわからない女に育ててほしくない。彼女に対して失礼だろう。それに実の母親ってだけで、まともに育児をしない人よりは他人でも実の子みたいに接してくれる彼女の方がよほど母親らしいよ。まあもう俺と再婚をしているから、戸籍上は養母ではあるけどね。それに君の両親からも明穂に会わせてほしいって言われたけど断った。みのりがいなくなった時、あんたに責任があるんでしょなんて言われたし、そんな人に大事な娘を会わせたくないからね。みのりがしたことは悪いと分かっているはずなのに、みのりの両親は俺を責めてきたんです。挙句の果てに、こんなことをさせられる娘がかわいそうだとまで言われました。あの親にしてこの子ありって、まさにみのりとみのりの両親のためにあるような言葉だなって思っていました。その言葉に俺の両親が激怒して、みのりの両親と話をつけに行ってくれました。30歳過ぎて親が解決してくれるなんて恥ずかしいですけど、俺では言葉で太刀打ちできないのは分かっていたんで、両親に任せました。それから明穂には会わないと約束をさせたそうですが、年齢を重ねるにつれて孫の顔が見たくなったんでしょうね。何度も実家に連絡が来ては、俺の両親から約束をしたはずだと言われて電話を切られています。2年間で私も悪かったって反省したから、また達也と明穂と一緒に暮らしたいの。借金があるからだろ。みのりの元夫ってだけで借金取りから連絡が来たよ。ちなみにさっきその人たちに連絡はしておいたから、借りたお金はちゃんと返さないとね。なんてことしてくれるのよ。私がどうなってもいいわけ？うん、正直どうでもいい。みのりに対して持っている感情なんてそんな感じだよ。だって自分がしたことを考えればわかることじゃない。ちゃんと返すからお金を貸して。見つかったらやばいんだって。私やばいくらいお金を借りたんだ。計画性がないのは相変わらずなんだね。一度くらい痛い目を見ておいた方がいいんじゃない？悪いけどもうブロックするから、俺と明穂の人生にもう関わってこないでくれ。その後俺はみのりをブロックしました。これまでのうちにブロックしておくべきだったんですが、いろいろと立て込んでいて、みのりから連絡が来るまで忘れていたんです。俺がブロックしていなかったこともあって、みのりは余計に調子に乗ったんでしょうね。俺がまだみのりのことが好きだと、そんなことがあるはずもないというのに。その後のみのりは借金取りに捕まって怪しげな店で働かされていると聞きました。友人が元奥さんだし助けてあげたらなんて言ってきたんで、先に捨てたのは向こうだからねとだけ答えておきました。俺の味わった屈辱がわからない人はきっとあんな風に簡単に言うんでしょう。俺と明穂がどれだけ辛い目にあったのか分かっていれば、あんな仕打ちをしたみのりを助けろなんて言ってこないはずです。みのりを助けろと言ってきた友人とは距離を置くことにしました。今は今の奥さんと明穂を幸せにすることだけが俺の使命ですから。特に俺が一番思い悩んでいた時期を支えてくれた今の奥さんには感謝しかありません。その時の恩を返すためにもしっかり働いて幸せにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。あなたのカバンの中にあった諭吉がいっぱい入ってた封筒もらったから20万円のバッグ買っちゃった。ありがとね。お前というやつは、それは俺のボーナスだぞ。使い道も2人で話して決めていたじゃないか。え、そうだっけ？私の名前は夏男。今回は俺の妻明子の話です。こちらがその明子。明子とは結婚してもう10年以上経ちます。俺たち夫婦の間には3人の子供がいて、2人は実の娘なのですが、末っ子の後期は事情があって親戚から養子として引き取った子です。そして妻の明子は22歳で大学を卒業した後、すぐ俺と結婚し、今まで一度も社会人として働くことなく、現在も専業主婦として生活しているのですが、最近明子の散財癖がひどくなり、夫婦の共同貯金を勝手に使い込んだりして家計を圧迫させていました。それで何度か喧嘩をし、俺たちの関係は少し険悪なムードになりつつあったのです。
今回の事件はそんな中起きました。それでは異変に気づいた俺がアキコに LINE をした時のやり取りをご覧ください。なあアキコ、お前またブランドもんのバッグ買ってたよな。あのバッグいくらしたんだ？え、何よ急に。買っちゃダメなの？専業主婦は買い物もするなって？え？どうしてそんなに喧嘩腰なんだよ。俺はただ聞いただけだろ。つかこんな夜にどこ行ってたんだよ。あんたが私の買い物について話してくるときは大体ろくな話にならないもの。毎度喧嘩して私が切れて終わりなんだからさ。そろそろ学習して私の買い物に関していちいち聞いてくるのやめたら？ほんと、バカって何度も同じことを繰り返すから疲れるわ。おい、アキコ、少し口が過ぎるんじゃないか？この前お前が10万の財布を勝手に買ってきたせいで、もう俺たちの共同貯金はもう半分も残ってないんだぞ。お前は働いてないはずだし、どうやってあのバッグを買ったんだ？ああ、もういいじゃない、そんなこと。よくないだろ。勝手に人様からお金を借りたんだとしたら、返さないといけないし、夫としてお金の出所を知らないといけないじゃないか。わかったわよ、言えばいいんでしょ、言えば。このアラフォークス男。悪態つかなくていいから早く言え。あんたのカバンの中にあった諭吉がいっぱい入った封筒をもらったのよ。やっぱりお前だったのか。あれ、ボーナスよね。何、私に内緒で封筒に入れて隠し持ってんのよ。ボーナスこそ共同貯金に入れとくもんでしょ。共同貯金に入れたらお前がすぐアホみたいに使い込むだろうが。当たり前じゃないの。あんたのお金は私のお金も同然なんだから。もともと数百万もあった貯金をあっという間に使い込んだくせに、まだそんなこと言ってんのか。俺の稼ぎはお前のためだけのものじゃない。子供たちの将来のためにもある程度は残しておかないとダメだと何度話したら分かってくれるんだ。そんなのあなたが何とかしなさいよ。お前ってやつは。はあ、話はこれで終わり。もういい？待て、何逃げようとしてんだ。俺のボーナスもう全部使い切ったわけじゃないだろ。残りを返せ。は？残り？そんなの残ってないわよ。は？お前あのバッグいくらしたんだ？いや、最近全身ブランド物でまとめちゃっててさ、バッグだけプチプラ物だったから奮発して20万円のいいやつ買っちゃった。20万？それボーナスのほとんど使ってるじゃないか。何してんだお前。もう何よ、そんなに怒んないでよ。あんたが自分の奥さんが綺麗になるの嫌なの？あんたのために身なりを整えてるっていうのに、そんなこと言われるなんて、私ったらなんてかわいそうなの。よく言うよ、自分のためのくせに。お前は本当にどうするつもりなんだ。今回のボーナスは話し合って使い道を決めていたのに、そんなことに使ってしまうなんて。へえ、ボーナスの使い道？そんなの決めてたっけ？は？アキコ、それ本気で言ってるのか？何よ。本気で言ってるのかと聞いてるんだ。え、いや、ちょっと度忘れしちゃったかも。お前というやつは。何よ、何に使うつもりだったかは忘れたけど、そんなに大事だったんなら私に使われないようにどこかに隠しておくとかしておきなさいよね。あなたが私に見つかるような場所に置いておくのが悪いのよ。さっきと言ってることが尻滅裂だぞ。うるさい、私は悪くないわ。そうか、わかった。お前がその態度なら俺にも考えがある。もう我慢の限界だ。私だってもうあんたみたいな口うるさい男と一緒にいたくないわ。もう離婚よ、離婚。離婚しましょう。俺は構わないが、アキコは何十年もろくに働いたことがないだろ。今後どうやって生活していくつもりなんだ？ふん、そんなの私の勝手でしょ。いちいち首突っ込んでこないで。わかった。もう俺はアキコに関わらない。今日は俺が子供たちを連れて実家に帰るから。連れて帰るなら後期だけにしてね。
私の可愛いマナ娘ちゃんたちは置いていきなさいよ。無理だ。3人ともひとまず連れていく。お前が何時に帰ってくるかもわからないのに置いていけるかって。はあ、ちょっと夏を。車運転するからもう今日はこれで終わりだ。じゃあな。この後俺は3人を連れて実家に帰省しました。俺の両親は今回の件を聞いて大激怒し、離婚に賛成とのことでした。というのも、ボーナスの使い道は養子の後期に関係することだったのです。アキコは度忘れをしたと言っていましたが、あの感じだと完全に忘れていたんでしょうね。もともと同じ女だけあって娘を溺愛していたアキコは、後期を養子に迎えるという話が出た時もそこまで乗り気ではなかったのです。ただ俺の両親が後期を育ててくれるのなら養育費を仕送りするという話を出した瞬間に急に賛成して今に至っていました。そして今回のボーナスの件とは別に、とある疑いをアキコに持っていた俺は、それを確かめるべく早速行動に出たのです。そして1週間後、こちらから彼女に連絡を取りました。それではその時の LINE のやり取りをご覧ください。アキコ、久しぶり。お前自分からは一切連絡してこないんだな。子供たちのこと少しは気にしないのかい。今日も今日とて口うるさいわね、夏男は。一体何の用？離婚のことについてかしら。そうだ、離婚届は今日家のポストに入れておいたから。あらさ、それはありがとう。これで私も口うるさいあんたとさよならできるわね。離婚届と一緒に弁護士の名刺も入れてあるから、今後はその人を通して連絡してくれよな。え、弁護士？なんでわざわざ弁護士なんて雇ったの？お前に慰謝料を請求するためだよ。はあ、慰謝料？どうしてよ。そんなのお前が浮気してたからに決まってんだろ。え、アキコ、最近いつにも増して見た目を気にしていたからな。それだけで私を疑ったってこと？いや違う、もしかしたらそんなことだったりしてとは思っていたけど、わざわざ確かめようとまでしようとしたのはついこの前だよ。この前？ああ、この前アキコが自ら離婚するって言ってきた時だよ。自分で稼げないお前は自分の口から離婚の言葉だけは絶対に言わなかった。それなのに今回になって急にその言葉を口にした。だから俺は自宅を不在にしていたこの期間、お前の浮気を調べていたんだ。お前やっぱり忘れていたんだな、家庭用防犯カメラのこと。俺が家にいないのをいいことに毎日毎日男を連れ込みやがって。忘れてた。防犯対策にって取り付けたカメラにお前らが玄関前であれこれしている映像とかがしっかり映ってたぞ。マジ？嘘でしょ？こんなしょうもない嘘ついて何になるんだよ。ってことで俺はお前に200万円の慰謝料を請求するからな。それと子供たちの養育費。はあ、もうここまでバレてるならしょうがないか。彼に払ってもらうしかないよね。200万円くらいならなんとかしてくれそう。何言ってるんだ？何って何よ。お前の彼氏とやらには別途慰謝料を請求するぞ。つまりお前たちは2人合わせて400万円ほどの慰謝料を俺に払うことになる。ああ、あとお前の彼氏ってさ、婚約者いたろ。そっちからも慰謝料請求されると思うから。はあ、何よそれ、無理に決まってるじゃない。払えるわけないでしょ。私仕事してないんだよ。んなこと知らないよ。全部お前たちの自業自得だろ。待って、わかった。夏をひとまず落ち着いて。いや、俺は落ち着いてるわ。離婚はやめにしてあげる。は？私あなたと離婚しないであげる。だから慰謝料もなし、それでいいわよね。ほら、これで全部解決じゃん。そうと決まればあなたも今日中に子供たち連れて帰ってきなよ。いや、何言ってんだ。そんなの無理に決まってんだ。え？お前さ、今回俺が浮気したことと同じくらい怒ってること、なんだか分かってないだろ。何よ。ボーナスのことだよ。あれの使い道は
後期の誕生日祝いで家族みんなで旅行しようって言ってたじゃないか。両親を事故で亡くして寂しい思いをしている後期に少しでも楽しんでもらっていい誕生日にしようって。それなのにそのお金を勝手に私利私欲を満たすためだけに使いやがって。え、あれ、そうだったかしら。お前は娘たちをひいきして後期の話は右から左だったもんな。俺の家族旅行の提案も賛成してくれていたんじゃなくてそもそも聞いてなかったんだな。子供の扱いに差をつけるなんて親としてどうなんだよ。だってしょうがないじゃん、あれは私が産んだ子じゃないもの。しかも男の子だから話も合わなくてめんどくさかったしさ。あなたのご両親が養育費を出してくれるって言ったからそのお金で贅沢できると思って養子にすることを了承しただけだし。お前な、黙って聞いてれば好き放題言いやがって。養育費はお前のためのものじゃない、子供たちのためのお金だ。子供の気持ちも考えられないお前なんかとはたとえ浮気されていなかったとしても今後一緒に生活していくのは無理だ。おとなしくその離婚届に判を押せ。いやよいや、私慰謝料なんて払えないから。あっそ、俺は何としてでも払わせるからな、覚悟しとけよ。本当に無理なの、ごめんなさい。ねえ許して、夏を。あれ、ねえ夏をってば、返事してよ。この時俺はすでに秋子の LINE をブロックしていました。これ以上彼女と話をしていると腹渡が煮えくり返りそうだったので、秋子は俺から200万円と養育費、あちらの婚約者さんからは200万円となかなかの額の慰謝料を請求されました。今ではその支払いに追われ毎日仕事に明け暮れているようなのですが、彼女はアルバイトすらしたことがなかったので3ヶ月働いてクビになり、また別のところで働いてはクビになるという連鎖を繰り返した挙句、夜のお風呂の世界に行ってしまったそうです。この間仕事の帰りにやけにケバケバしいメイクをした元嫁がそういうお店に入っていくのを目の当たりにした時はさすがに哀れに思いましたが、全て自業自得としか言えないですからね。そして後期の誕生日旅行は結局うちの両親と6人で行くことになりました。両親の他界や俺たちの離婚で落ち込んでいた後期と娘たちでしたが、今回の旅行は楽しんでくれたようで、旅行の帰り道3人が仲睦まじげに手をつないで帰っているのを見た私はほっとした気持ちになりました。子供たちの笑顔を守るため、これからは俺が精一杯支えていこうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品もご覧ください。私の名前は知恵。今回はママ友はるかの話です。こちらがそのはるか。はるかはあなたたちと私は違うのよアピールがすごいです。いわゆるマウントを取りたがる性格と言った方がいいでしょうか。いろいろなブランドものを見せびらかしてはお金持ちアピールをしてくるのです。面倒なことに聞き流していることがバレたらすごく怒ってきます。つまりはるかのお金持ち自慢を永遠と聞き続けなければいけないということです。私の家は貧乏ではありませんが裕福とも言えない家庭です。そのことに不満を持っているつもりはありませんが、稼ぎが少ないと大変でしょうとはるかからやたらと蔑むような同情を受けることだけが不満です。でもまさかあんなことになるなんて思いませんでした。それでははるかとのやりとりをご覧ください。今度隣町のブティックに行かない？新作のバッグが入るって連絡が来たのよ。悪いんだけど私はブランド物のバッグとかそういうの興味ないし余裕があるわけでもないから遠慮するね。女だったら高いものを身につけて自分の価値を高めないといけないでしょ。たまには旦那さんにおねだりすればいいじゃない。だから私が興味ないの。それにブランド物に10万円単位のお金を使うなら家族で旅行とかした方がいいかなって。旅行にも行けばいいじゃない。わざわざどちらかを選ぶ必要なんてないでしょ。夫は家族のために稼ぐ義務があるんだから。はるかの家はどっちも選べるかもしれないけど、うちはそういう余裕ないんだってば。前にも言ったよね。旦那の稼ぎが少ないなら転職とか進めてみたら。うちの夫の会社で雇ってもらえるようにお願いしようか。
そういうのじゃなくて、うちの旦那がしている仕事は昔からの夢だったみたいだから邪魔したくない。夢だからって家族を養えない低い給料はありえないわよ。養えないわけじゃないよ。家族で暮らしていく分の給料はあるから不満はないよ。ただ無駄遣いをする余裕がないってだけだから。無駄遣いって、私が欲しがるブランド物は無駄だって言いたいわけ？そうじゃないよ。はるかにとっては必要なものでも私にとっては不必要ってだけ。おすすめしてくれるのは嬉しいけど、あまり押し付けがましくされるのはちょっと困る。押し付けがましくしたことなんてないよ。知恵ったらひねくれすぎじゃない？そうかもしれないけど、とにかくブランドバッグとかそういうものはいらないから、他のママ友を誘った方が楽しいと思う。ただはるかが他のママ友を誘わないことは知っていました。なぜならマウント取りがひどすぎて、私以外にはるかの相手をする人がいないからです。他のママ友たちは自然とフェードアウトしていき、私はたまたま逃げるタイミングを失ってしまったというだけなのです。他のママ友のように離れたいのですが、なかなかタイミングがつかめずにずるずると付き合いが続いている状況です。ただずっとつきまとわれても他のママ友から避けられる可能性があるので、私としては早くはるかとの付き合いを切りたいというのが本音ですね。私のお風呂なんだけど、よかったら買わない？買った時は30万円くらいだったんだけど、知恵になら特別に3万円でいいわよ。突然何？私はブランド物なんて興味ないって言ってるでしょ。強がらなくてもいいわよ。本当は欲しいけど貧乏だから買えないってだけでしょ。友達だから特別価格で売ってあげるのよ。強がり言わずにありがとうって素直に言えばいいのに。気持ちはありがたいけど本当に興味ないのよ。前にも言ったけど、押し付けられるのは好きじゃないの。あんまり押し付けがましくするならもうはるかとは付き合っていられない。何よ、貧乏人が偉そうに。いつも物欲しそうな目で見てたから売ってあげようかなと思ったのに、私の優しさがわからないなんてね。優しさじゃなくて押し付けなんだってば。だから他のママ友からも距離を置かれるんだよ。まるで私が嫌われ者みたいな言い方ね。私は親切で言ってあげてるのに。貧乏人なんだからお金持ちの私のおこぼれをもらっていればいいのよ。私のためじゃなくて、自分のお金持ちアピールのために利用したいって考えているだけなんだね。貧乏人にも優しい私を演じたいだけなら他の人を当たってくれる？まあ、はるかの本性を知っている人は多いから今更騙される人がいるとも思わないけど。結局、はるかとは喧嘩別れになりました。他のママ友たちに私の悪口を言っていたみたいですが、みんなはるかのことを知っているので彼女の味方をしようという人はいません。はるかとも別れて穏やかな毎日を過ごしていたのですが、ある日他のママ友たちが驚く情報を仕入れていました。どこから仕入れてきたのかと驚くほどです。その情報を聞いて私は驚きもしましたが、はるかの見えっ張り具合にも呆れてしまったほどです。見え張りの頂点を見たような感じでした。そしてその翌日、慌てたようにはるかからメッセージが届きました。途中がごじっていたのでよほど慌てていたんでしょうね。あんたが言いふらしたんでしょう。何のことですか？私が持っているブランド物のことよ。他のママ友たちからも笑われているんだから。実はレンタルだったってやつですか？私も昨日知りましたけど言いふらしてはいませんよ。そんなことするなんてめんどくさいじゃないですか。だいたい私ははるかの持っているブランド物がレンタルだろうとなんだろうと興味ないです。じゃあ誰が言いふらしたって言うのよ。あんた以外にそういうことする人なんていないじゃない。人のことをどこまでバカにすれば気が済むんですか？私はあなたとは違うんで、誰かを貶めたりとかはしないです。それにはるかが隠していることって、ブランド物がレンタルだったってだけじゃないよね。何のこと？ご主人の勤め先も嘘ついてたよね。同じ名字の別の人を装ってたじゃない。これは私だけが知っていることだけど、そのことが他のママ友にバレてないんだから、言いふらしたりしてないって証拠になるでしょ。同じ名字の別の人ってどういうこと？何のことかわからないんだけど。本当にわからない？はるかは〇〇商事の専務の妻って言ってたけど、その人の奥さんははるかって名前じゃないよ。
私の友達なんだよね。その丸々商事の奥さんは。え？この前偶然会ってそのことを知ったの。まさかお金持ちアピールのために他人になりすますなんて思わなかったからびっくりしたよ。嘘よ、そんなことあるはずないじゃない。だったら他のママ友に教えてもいいよね。こうやって言われたんだけど嘘じゃないんですって証明しないと私だって気分が悪いし。やめて、認めるから他のママ友に言うのはやめて。誰にも迷惑をかけていないんだからいいじゃない。私だってそれくらい見栄を張りたいのよ。はるかのせいで友達の旦那さんの評判が悪くなってるの。他の人の肩書きははるかの自尊心を満たすためのものじゃないんだよね。ブランド物のレンタルを自分のものだって言い張る分には誰にも迷惑をかけていないから構わないと思う。でも誰かになりすますのはアウトでしょ。あなたの態度に不満を持っている人が会社に電話をしているって話も聞いたんだから見過ごせないよ。ごめんなさい、もうやめる。やめるから誰にも言わないで。やめるから許してくださいで済むと思ってる？少なくとも私の友達とその旦那さんはあなたのせいで覚えのない中傷に悩まされているんだよ。じゃあどうしろっていうの？どうすれば許してくれるの？謝る相手が違うでしょって話よね。あなたが迷惑をかけた相手は私じゃなくて私の友達と旦那さんなんだから。はるかは自分の旦那さんと一緒に私の友達とその旦那さんに謝りに行ったそうです。はるかの旦那さんは整備工であり、彼女が言っていたお金持ちとは程遠い人でした。ただ人柄は良さそうなのではるかの見栄に巻き込まれただけなのでしょう。私の友達と旦那さんは許したそうですが、はるかの旦那さんが彼女を許すことができなかったそうです。それもそうでしょう。はるかの旦那さんの働く工場の親会社の専務夫人になりすまして迷惑をかけたのですから、はるかの旦那さんは彼女がしたことの責任として会社を辞め、はるかとも離婚をするそうです。当然子供の親権も父親に行き、はるかは子供とも会えない環境になってしまいました。ねえ知恵、助けてくれない？みんなが私を指さして笑うの。外にも出られない状況になっちゃったの。大変だけど自業自得でしょ。あなたがどれだけの人に上から目線で言ってたと思う？それが偽りだったんだから、今度はあなたが上から目線で中傷されることになるのは当然でしょ。指さされて笑われるって言ってるけど実際はそんなことないよね。ただひそひそ噂話程度じゃない。あからさまな嫌がらせとかしてる人はいないよ。少なくとも私の周りのママ友たちは噂程度にとどめてるから安心して。それ以外の人は知らないけどね。それからしばらくしてはるかは親が連れ戻しに来ました。彼女の親も何をしたのか知っているのか周りに知られないようにひっそりと引っ越しをしていました。はるかの旦那さんも決して稼ぎは悪くなかったはずです。貧乏というものにコンプレックスを持っていたのでしょうね。だからこそ他の人よりも上じゃないと気が済まなかったのでしょう。なぜそこまで見栄を張りたくなるのか分かりませんが、きっと彼女にしか分からないことがあったのでしょう。はるかがいなくなった縁は平和になり、普通のママ友生活をすることができています。はるかの子供も通い続けていますが、迎えは毎日旦那さんが来ます。素朴な人でママ友たちからも評判がいいです。こんないい人を裏切るなんて本当にはるかってばバカですよね。浮気とかではないですけど、ある意味ではそれ以上の裏切りだと思います。だって旦那さんをまるっと違う人にして私たちには伝えていたんですから。はるかはあの旦那さんの何が気に入らなかったのか今でも謎のままです。本日もご視聴ありがとうございました。